はようございます。おはようございます。今日は火曜日、今日は新公演のあれです、初日ですね。声を裏返った。そう、昨日に公演名とメンバーが発表されました。くしゃみ出そう。坂の天使ね、天使と続いてちょっとエモい。涙がくしゃみのせいでさ、くしゃみじゃないわ、なんか出てきた。 OK、 前髪がめっちゃ変やねんけど、今日やばい、ちょっと分けた。口の方がいいか。公園名なんてなく、確かにこの前ここ店やって、今回は天使のユートピアだから。天佑やばいな。天佑じゃないな、絶対。天ピア。やばいな。ドラえもんの名前にありすな。なんか聞いたこと。なんか語呂、なんていうのイメージ、そのニュアンスか、ニュアンスがそういうなんか映画のあれにありそう、なんかの何かしらの映画にありそうで可愛かった。なんか喉なんかな、これは喉がね。待って、やばい。でもなんか別に昨日ピア公演でな、ユートピアやから、ピア店公演かわいい。公演初日の日やみ、まだ生まれて2歳と8日目、やばいな。8日前に、あ、そっか、そうやんな。なんか昨日よりかは
喉やられてる感がないねんけど、声だけがおかしい。でも声変わりしたんかな、もしかして。声変わりしちゃった。なんか昨日はほんまに、あ、声やられてんなっていう声やってん、喉の感覚も全部。でも今日はなんかもともとこの声の人みたいやねんけど、なんか元からこんな声ですみたいな感覚、喉もなんか変な感じせえへんくて、咳出てるの今。ちょっと待ってね。ただいまです。なんかもね、もともとこんなハスキーボイスの人みたいになって、喉の感覚もいつもと喋ってる感じと変わらんくて、そう、声15歳、まだ13です。なんだ、不思議よな、なんかこういう声の人みたい。今ハチミツミルクを飲んでます。ちょっとあったかい。そう、女の子も声変わりすぎけど、これは変わりすぎね、人違うくらってるからほんまに。そう、ジュジュはさ、あの声変わりはするけどそんな変わらんやん。なんかちょっと高くなるとかちょっと低くなるとかぐらいやけど、これまあ人変わってる。喋ってる人違う。だってさ、こういう人見て、ヤッホーみたいな、ヤッホー、こんにちは、おはようございます、誰かわかる。おもろいねんけど逆に。ほんまにおもろいねんけど、逆におもろい声。笑い方が一緒か、笑い方やばい。笑い方闇やったか、音声だけ聞いてたら分からん、誰か分からんよな。でも昨日からな、なんかもう声が違うねん、悩みじゃないねんな。しかもなんか喉も痛くなくて、喉も痛くない、違和感もないでこの声やねん。え、やばって思って。今日が一番なんかその、え、どうしようとか不思議。まず今日健康体やねん、昨日より。もう喉も痛くないし、イエーイって感じ。だけどこの声だけがいつも悩みじゃない、たまに裏返る。はあ、本物の悩みの声も出張いっちゃった。あ、なまるあな星なっちゃってた、何々してる人。
腰を使いすぎや。やばいな。そのうち治る。今までちょっと学校行ったらさ、やっぱ喋りすぎちゃうねんな。学校友達とかと。だからさ、その喉を使いすぎちゃってた。やからやわ。イケメンかこの子、イケメンか。この子イケメンか。こんなさ、はぁってなるけど。有給取っちゃったよ。喉がどっから出てんのか知らんけど、この声。はぁ、あやめの声が有給取っちゃったんか。喉が有給取っちゃったら喋られへんくなっちゃう。今日学校でマジでこれ全員に笑われるって。笑うって、ほんまに誰って言われる。もう昨日もさ、これ言って、ラーメン大好き、低い声、あ、こんぐらいかな。ラーメン大好きです、佐藤京子です。誰ですか。待って、佐藤京子さん、待って、聞いたことある名前。それこ、今こそこれの喋よ。あーなのか、待って、やばい、ちょっと歌わんとこ、これほんまにやばいですね。はい、多分これやばい、歌唱力までに治らんかった、やばいので。まあさすがに治るけど、3つか言わなきゃ、さすがに治るけど、多分ね。学校で最近喉変な子いないもん。みんな元気すぎ。みんな元気っ子だね。斉藤、あ、なんて言った今。斉藤京子さん、誰やねん。それな、自分でも誰やねんやわ。そのままならインパクトでもかな。いつもはできないモノマネとかで、確かにな。マジこの声で生きる今日一日、おもろ。逆になんか戻したくなく、これでいいかもって思ってきた今日。ずっと声変わりしたんだねって。もろいね。笹岡さんが出張から帰ってきたら、あゆみちゃんの声変わりで、あ、今日ずっとこれ直らんかったらもういける。ちょっと待ってね。よし、オッケー。今のうちにレア声録画。この声録音。じゃあ今からあれかな、ちょっと後でなんか動画撮っとこう。え、声があって、声やばいよな。もう逆におもろくてな、おもろくなってるねんけど、悩みこれ。仕事してくれ、ババ行ってらっしゃい、頑張って。寝起きの声、いや全然違う。もう起きて何分経ったか知らんけど起きてるし、何だろう、飲み物も飲んだから、いつもとは治ってるはずやねんけど、喉やばくて。そう、朝、寝起きは出えへんかってん声。だからこの声って分からなくて、配信始めたぐらいに喋ったら、あ、待って、これやばいってなって、
だって明日300日やってすごい。やば。顔とこやってなさすぎやろ。いや、そろそろ壇上を読もうかな。したやみちゃんは。この子だやみちゃんとやばい。やみちゃんは学校の準備に入ります。はい。いきまーす。13、ヨッシーさん、ありがとうございます。12、テテレさん、ありがとうございます。11、イコーミルさん、ありがとうございます。10位、ワタルさん、ありがとうございます。9位、セイキさん、ありがとうございます。8位、タカノさん、ありがとうございます。7位、タカマサさん、ありがとうございます。6位、ナルさん、ありがとうございます。あれ？あ、5位、フロシキさん、ありがとうございます。4位、ピーマルさん、あ、間違えた。4位、炭酸せんべいさん、ありがとうございます。3位、ピーマルさん、ありがとうございます。にきびだんごさん、ありがとうございます。そして1位はジョーさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい声だな。いい声ですか。ありがとうございます。300日記念声、これはやばいね。はい、では今日の1位はこの声が出しやすくなりました。低い声が出しやすくなりました。すごい偽物の声から298日、キルガスあやみです。これでも一応声は違うけど、これは声は違うけど、キルガスあやみですよ。で、今のところ1位の方は日替わりです。それもそれで嬉しいね。あやくん、あやくんです。今日の1位はジョーさんということでね、声が出ません。はい。まず猫ちゃんを描きます。耳を描きますね。カキュータが始まりそう。ドラえもん出来上がってたらどうしよう。何か食べてる、かわいい子。なんかこの猫めっちゃかわいい。アニメで出てきそう、ドラえもんで出てきそうな猫してる。何食べてんねやろこれ。パン、コッペパン食べてんの？ダメだよ。かわいいわね、あなた。目がね、キュロってしてるね。うちの子たちはなんかキリってしてます、目が。丸っこい。からこれは可愛い系猫。うちのごまめ麦はあのイケメン美女系猫や。系統が違う猫。謎にね、みんなキリッとしてるんよね、うちの子たち。みんな同じ系統の猫ちゃん。それもそれで可愛くて好きですね。待って、絶対体おかしいってこれ。ああ、入り落ちた。はい、 OK、 いきます。せーの、じゃん。今日の1位はジョーさんでした。ありがとうございます。これ初めて見た方びっくりしてるんじゃないかな。これ本物の子じゃないですよ。はい、ジョーさん、ありがとうございました。一写目撮ってください。はい、パシャ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 。はい、ありがとうございます。いや、今日もありがとうございます。もっと可愛く、そう、こんなハスキーボイスじゃない。これもこれでいいかもしれないけどね。はい、一応本物です。一応じゃない、本物です。はい。では、明日もあ、今日もありがとうございました。明日もよろしくお願いします。明日の配信も知り合いなので、明日はね、毎日配信300日記念なんで、皆さんぜひお越しください。くれたら嬉しいです。ではありがとうございました。明日もよろしくお願いします。バイバイ。